はるみさん、こんにちは。関連してということで、まあ、今日でですね、2020年がね、終わるということで、皆さん、この1年どうでしたかまあ、僕にとっては結構大きな変化があった年でしたよね。まあ、一番大きな変化が、ま、何かっていうと、ま、2月から始めた YouTube ですよね。まあ、だいたい10ヶ月、11ヶ月ぐらいやってきて、まあ、もうすぐ1年なんですけど、まあ、今までね、500本以上の動画出して、まあ、先ほどですね、チャンネル登録者数もね、5555 55人突破したんですよ。本当にね、皆さん、ありがとうございます。<laughs> ま、ね、あの、これからもですね、 あみんなのためになる動画とかね出していけるよう頑張っていこうと思いますので、まあ、2021年もねよろしくお願いいたしますはいあでは明日はですね待ちに待った新キャラが来るということで、まあ、皆さんはどのキャラが一番欲しいですか、まあ、春とかねアスラ黒の後継者ってねこのキャラたちがいるわけなんですけども、まあ、この後ろのに、ね、立ってるキャラこの闇の王子を見たら分かる通りですね、まあ、僕はこの黒の後継者が一番欲しいんですね、まあ、アスラとかね春のデザインもすごいすっ 好きやねねんんけけどどまあ、アナゼとか、ね、ああいいうキャラ、ね、デザインすすごい好きなんですけどやっぱりね、この黒の後継者の性能やばくないですかあれめっちゃ引かれんねんな。SS 打たんとジャスト確定とか、焦度も出る。SS 歌うと焦度出るってまずやばない。ほんで体力無限やしね。めっちゃあのキャラ使いたいんですよ。まぁ、あ、ね、あの、今回もね、新キャラの性能最速で出そうと思いますので、まあ、楽しみにしていただけたらなと思います。まぁ、あ、ね、あのー、これね、見ていただいたらわかる通りですね。僕ガチャチケ13枚しかないのでね、僕が当てれる可能性 といいうのは非常に低いわけですよ、まあ、頑張って当てたいなーとは思ってるんですけども、まあ、当たらなかった場合ですね Twitter でフレームしてるくれる方とかね募集すると思いますので当たった方は是非ね協力していただけるとありがたいなと思いますということで皆さんねまたお会いしましょう。良いお年を